毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店の金髪クソ大阪ババアと、おい、どうもシュガーソルトです。はい、ということで、今日なんですけど、はい、私がね、大阪出身なんですよ。大阪といえば何ですか？まあ、やっぱビリケンさん。あー、まあビリケンさん、確かにビリケンさんもそうですよね、はいはい。あとはやっぱあの道頓堀グリコですよね。あ、まあそうですね、そこは有名です、はいはいはい。あとはまああとはまあやっぱりあれですかね、関西弁。あ、たこ焼きです。たこ焼き。なんだこれ、かぶってるんだから。え、これかぶってるんだから。たこ焼き、たこ焼き。めっちゃ怯えてる。はい、ということで、大阪といえばたこ焼きですよね。まあそうですよね。そうです。まあ愚直な東京の人はね、大阪といえばまあたこ焼きって感じになると思います。まあそうです、間違ってないんですよ、はい、それも別に、はいはい。まあやっぱり関西人といえばたこ焼き焼くのがみんな上手なんですよ。なるほどなるほど、うん。まあ料理の苦手なモーシーさんもたこ焼きだったらできるってことですね。一言多い。一言多いから。料理もできるし、たこも焼ける。ああそうですか、はい。あ、そういうことにしておきましょう。じゃあそういうことにしておいてください。まあそんな、たこ焼き奉行に自信のあるモーシーさんに、はい、まあ、たこ焼きを作ってもらいながらね、うんうん、まあお話ししていこうかなという企画になっております、はいはい。関西人の家にたこ焼き器って本当にあるんですかってよく聞かれるんですけど、はいはいはい、ちゃんとあります。本当にありますか？実家、僕の家ですか？はい。いやー、昔はあったけど、うん、もう今はないんじゃないですかね。やっぱそうだよね。はい、あ、やっぱりお父さんもタコでお母さんもタコなので、やっぱりあんまりタコ焼きっていうのは口ではあんまり食べてはこなかったんですよ。設定に忠実ですね。はい。あ、ちょっと。どうしました？ちょ、炭でそうです。すいません。はい、もうつい子は言わず、さっさと焼いていきましょう。はい。はい。ということでやっていきましょう。レッツー。オクトパス。シュガーソルト。はい、ということで早速焼いていきたいと思います。はい、お願いいたします、はい。今日は私は屋台の姉ちゃんなんで、何でも聞いてください。お願いします、はい。ママ、たこ焼き食べたい。いらっしゃいらっしゃい。ママ、いらっしゃいらっしゃい。ママ、あそこのおばさんがたこ焼き焼いてる。おい、おばさんじゃなくてお姉さんって言いなさい。怖い、ママ。あ、いらっしゃいいらっしゃい、まあ。まずはもう油を敷いていきましょう。はい、はい。で、この油もね、袖気をつけてくださいね。あー怖い。はい、じゃあまずね、うわ、これ怖いな。これをちょっとずつ、はい、いっちゃうんですか？あ、やっぱお玉持ってきます。最初はちょっとね、半分 上積みだけでいいんですか？ん、じゃあタコ入れてください。これ僕も酸化型なんですか？そうです、そうです。じゃあ私はもう天かすを振る舞っていきます。はい、ネギさん、ネギさん。何？ネギ、ネギ。あ、ネギも入れるの？あ、入れる、入れる。あー、このお姉さん全然たこ焼き奉行とか言ってバリバリ手伝されます。いや、そうだよ、今日あなた新人のアルバイトなんだから。違うでしょ、設定がブレブレですよ。何ですか？いい加減にしてください。あ、タコ結構大きいね、今日ね。タコ結構大きいです。お友達がちょっとね、はい、ブクブク太った友達から殺していきました。もうやめて。いい音がしてます。もうさっさとひっくり返していかないとね、ほんま焦げちゃいますから。チマチマしちゃいかん。チマチマしちゃいかん。豪快に、豪快にバシッて、もう境目がわからんくなるぐらいだそうです。火が通ってきたらこう区切っていくんですね、こうやって。あー、なるほどなるほど。まだ通ってないようですね。まだちょっと通ってないですけど、こういう感じで区切っていくんですよ、こうやって。あなたこれ手伝ってくれませんか？これ一人でやる。大阪の女が作るたこ焼きが食べたいんですよ、僕は。任せてください。いいですか？はい、期待しちゃって。いいですよ。はい、こんな感じでひっくり返していきます。あー、いいですよ、いいですよ。あー、これ、あーあー、やばい。どうですか？あー、いいんじゃないですか？いい感じです。はいはい、手際がいいですね、はいはいはい。あー、上手です。はいはいはい、うわ、すごい。はい、任せて任せて。うわ、すごいですね。は
すごいですね。雑なのが美味しい。さすがこの歴20年のおばさんですね。おい、何歳って持ってない。ママ、早くたこ焼き食べたい。はいはい、ちょっと待ってね。ママも待てない。待ちなさい、もうちょっとだからね。あー、もうターニャたこ焼きが好き。ターニャターニャターニャ、わかった。何や。美味しいものはちゃんとね、順番並んで食べるか美味しいんですよ。こんなドロドロのやつ食べさせられても嫌でしょ。はい、じゃあちゃんと待ってください。いや、ます、わかります。わかりますでしょ。これでもほら、上手にできてきてるからね。上手にできてきてます、うん、やっぱね、子供の時からたこ焼き焼かされてたから。あ、そんなひどい家庭で育ってるんですか。たこ焼きパーティーってやっぱ大阪でするんですよ、ちゃんと家でね。東京でもします、それは。あ、しますか。私お友達したことない。それお友達がいないだけで。うるさいですよね。たーにゃ、ババのたこ焼き食べたい。あ、ごめん、ババじゃないから無理、あっち行って。はい、ということで第1弾完成しました。イエーイ。あー、こんなのお茶の子サイサイやな。あー、じゃあ早速ちょっと食べてもいいですか。どうぞどうぞ。見てください、完成しました。じゃーん。じゃあおばさんいただきます。おばさんっていうな。お姉さん、あ、すいません、お姉さん。お姉さんいただきます。お姉さんいただきます。食べ食べ。いただきます。どうぞ。どうや、おいしい。ハイチュウよりおいしいです。だから比べるのはおかしいな、いつも。一個食べたら最後まで食べちゃう。ハイチュウよりおいしいです。あー、なんか嬉しいよ。嬉しくないな。ほんま、冗談です。おいしいです。おいしい、おいしいです。さすが大阪の女。任せて任せて。モーシーさんも食べたらいいんですか。あ、いいの、はい、愛してほしい。ほっほっ。タコうまっ。おいしいよね。うん、いや、もう乾杯しよう。乾杯。今日のジュースはこちら、ボンボンボンジュース。あ、はい、し、焼かない、焼けて。お姉さんでも焼けられないんですか。仕方ないですね。あ、ありがとうございます。あ、はい、焼きましたよ。はい、じゃんじゃん。お姉さん、たこ焼きなくなった。うん、もう次食べたい。あんか焼く。食も放棄や。仕方ない。え、本当に。僕がたこ焼きの真骨頂を見せてあげよう。真骨頂、あまりにも見てられへんくやったら手伝ったるわ。そんな時は来ないからいいよ、安心して待ってて。こんなんさ、店出したらもう私大繁盛するんじゃん。たこ焼き屋出そうかな。うん、お祭りで。あ、たこが足りなかった。足りなかった。うん、僕は餅チーズを作るよ。タコがなかったから。すいません。はいよ。あの、たこ焼き20個欲しいんですけど。たこ焼き20個、はいよ。ちょっと待ってね、はい、今焼いてるからね。あ、どのぐらいかかりますか。あー、あと5分10分待ってもらったらできるかな。あ、わかりました。ちょっとあっちの方が早そうなんで、あっち行ってきます。あー、そっか、じゃあね。すいません。はい、なんだよ、鍵。あー、お母さんにたこ焼き買ってきてって言われたんやけど。あん、何個すぐ焼けますか。あー、20個今焼いてるからね、5分ぐらい待ってもらったらできるんだけどね。あー、わかりました。5分ってどのぐらいですか。5分は5分でしか表せないよね。時間は学校で習わないかな、お嬢ちゃん。まだ習ってなくて。あー、まだ習ってないか。そっか、まあ、5分って言うと、じゃあ60秒を5回だね。あ、わかった。おじちゃん、ありがとう。はい、解決したのかな。はい。え、たこ焼きどうするの。いらない。あ、いらないんだ。すいません。あ、はい、どうしました。お宅のとこでたこ焼き買ったらタコ入ってなかったんですけど。いや、うちのはね、タコが入ってないことなんてないんですけどね。いや、入ってなかったんですよ。どっかの間違いじゃないかな。いや、本当に入ってなかったんですよ。そんなことないと思うけどな、うちのたこ焼きに限って。あなた一人やられてるんですか。あ、僕一人でやってるんでね。じゃあ証拠とかないですよね。あの、証拠はないけど、こっちにも証拠はないよね。いや、まだ残ってるんで、こっちには。何がですか。たこ焼き残してるんで。どれですか、見せてもらっていいですか。これです。え、これです。それ入ってますよね。お母さんね、それでクレーム行って新しいのもらうとかね、そういうことしちゃダメだよ、お母さん。ハロー。あ、
外国の方かな。 Oh, yes. あ、どうしたの。 I'm American. あ、アメリカン。 Yes. あ、OK, OK. I'm Japan. Japan. 大阪、Japan. Yes, yes. Yes. OK. たこ焼き2つください。たこ焼き2つ。はい、たこ焼きは2つっていうと、じゃあ6個入りだけどそれを2つってことでいいかな。あー、2個。2個。2ピース。2ピース。 Yes. あー、 No thank you. Fuck you. あー、ごめんね、ちょっとあ、ご飯食べてきました。あ、どんな感じ、お店。あー、今もうね、お客さん5組ぐらい来たんだけどね、全員返しました。どうしてあの、全員話のわからないバカばっかりだったので全員返しました。はい、たこ焼き焼き上がったよ。さっき来たお嬢ちゃんたちいるかな。たこ焼き焼き上がりだよ。いらっしゃせー、いらっしゃせー。なんかみんな帰ったっぽいよね。いらっしゃせー。 Hello. あ、さっきの外国人のお客さん。 Yes. あ、2ピース。 Yes.あ、2ピース、ノーセンキューファッキュー。あにゃせよ。あ、あにゃせよ。おー、たこ焼きもごしゅんで。あー、たこ焼き？みょっぷんくりょうよ。みょっぷん？ねえ、みょっぷん、あー、 How much? ん？ How much? あー、おるまえよ。あー、400 yenサベゲン。うん、フォーサベゲン。あ、サベゲン。ミョッケ있어요。はい、ミョッケ。いらっしゃいませー、いらっしゃいませー。カムサンダン、たこ焼きもごしくんで。あ、たこ焼きどうぞ。カムサンダンねー。あ、サベゲン없어요。あー、オッケーオッケー。あ、セブ、サービス。あ、セービス、セービス。イェプーだ。あー、サンサンサービス、サービス。おっぱ、おーし、ちっとちゃすんだよ。おーし。シュガーソウル。たこ焼きどうやった。やっぱ簡単やろ。こうやってな、やってみたら簡単でした。やろ。大阪の教えなんて別に必要ありません。おい、熱っ。熱い。たこ焼きソング作ってや。大阪にはうまいもんがいっぱいあるんよね。リズムがそれ著作権引っかかります多分。引っかかる。なんか聞いたことあるリズムでした。え、これ知らん。え、聞いたことあるレベルなんこれ。うん、え、大阪ではみんな歌ってるで。あ、そうなん。うん、知らない、初めて聞いた。大阪にはうまいもんがいっぱいあるんよね。たこ焼き、餃子、お好み焼き。逆にないん、こっちとか。ないやろ。東京には性格の悪い人がいっぱいいるんやで。じゃあどういう人が性格悪いかあげていこう。東京には性格悪い人がいっぱいいるんやで。はい。で、俺、電車の降りる人待たないで入ってくるババ多い。はい、東京には性格悪い人がいっぱいいるんやで。ホームで電車乗る順番待ってたら横入りして先に乗って椅子に座るやつ。こいつ俺のネタからパクリよった。パクリやん。東京には性格悪い人がいっぱいいるんやで。お部屋で7時間カフェ滞在。東京には性格悪い人がいっぱいいるんやで。シュガーソルト。はい、ということでね、たこ焼きも食べ終わりました。はい、なんかね、予期せぬ感じで、東京には性格悪い人がいっぱいいるんやでゲームもできたところでね、皆さんもぜひね、友達とやってもらえたらいいなと思います。うん、ということで、たこ焼き美味しそうだなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、たくさんよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。